ツイートもしたかったのに。これ下手な入れ替えだ。多分声乗ってますよこれ。画像乗ってねえだろ。画像乗ってないです。よかったよ。あ、今ねオープニング流してる最中です。あれ皆さんこれ声聞こえてます？あ、聞こえてるって言われてるよ。もうみんなの声聞こえてるんでオープニングもう飛ばしますよ。さてさて、ちょっと待ってください。はい、始めますよ。はい、どうも皆さん、こんばんはです。マシマです。もう始まってますよ。いいですか？はい、皆さん、じゃあ、とりあえず、こんばんはです。こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい。というわけでね、今回は漫画家集めて、ガーティックフォンやろうってことで、こんなね、豪華なメンバーに集まってもらったんですけど、さっきね、僕ちょっとミスってね、リーダーだったはずなのに、つくしさんが リーダーになってます、今。俺がリーダー。はい。というわけでね、今ちょっとね、画面の方をサムネに一回変えるんですけど、一人ね、今回ちょっと新人さんがいらっしゃるので、新人さんをご紹介したいなと思っております。はい。サムネ のですね、一番右の方、朝霧祐希さんです。ご挨拶を。はい、朝霧祐希です。はい、11月の9日発売の別冊少年マガジンで、僕らの葬列を連載させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。これね、すごい期待の新人なんですよ。いやいやいや。知ってます？実はね、マガジンでは珍しいんですけど、特選を取った方ですね、新人賞の。え、あれ出ることあるんだ。そうなんですよ。特選取った人なんですよ。あ、でも4番組あって前々回の102回なんですね。だからベアボーに画力が高い人ではないです。森川さんはね、新人賞コンプレックスあるから。ちょっと待って、この中で朝霧ちゃん以外に特選取ったことある人いいの？ないない。ないですよね。いないよね。新人賞取ったことないです。あれ、ひろゆきくん、新人賞出てないの？いや、取ったことないです。あ、そうなんですね。何回もありますけど。ほうほうほう。吉川さんは？なんか出てますよ。ほう。取ってます。取ってる。はい。特選だろ？特選じゃないでしょ。特選じゃないよね。じゃないです。なんだか忘れちゃいましたけど、一応取ってた。なんかしらはね。はい。いいな。あ、そうそう。それとね、あとね、あ、エコーかかってる？あ、ごめんなさい、ごめんなさい。僕のマイクで拾っちゃってる？それは申し訳ない。こんな感じでどう？で、誰か喋ってください。ああ。おい。おい。みんな声ダブりすぎって言ってんだけど。あれ？あれ、なんだろうな。なんか拾ってますね。あ、ほんと。音が拾うんですかね。あ、そう。まだ反響あり、まだ二重になってるんだ。ディスコードの音で流してる反応に、なんか妙ですね。誰の声が二重になってる？全員って言ってる。全員？これ多分僕の方の設定が良くないと思うんだよね。ちょっと待って、ちょっと待って。だってマシマシが言うだろ、設定。そうなんですよ。設定がね、僕ちょっと分かってないんですよ。やまびこだ。いや、申し訳ない。ちょっと待ってください。今、なんとかします。誰か分かる人いる？ OBS ですか？はい、OBS。OBS のデスクトップ音声をどこで拾ってるかと、デスクトップ音声。デスクトップ音声。サウンドの、デスクトップ音声って音声ミキサーとかにあると思うんですけど、はい。それのプロパティを開いて、はい。デバイスをどこで拾っているか。規定になってますね。で、規定ってことは、なんだろう。デスクトップです。戻って何で聞いてます？僕今ヘッドホンです。ヘッドホン、そのヘッドホンになってます？ヘッドホンじゃないってことか。わかんないですけど。これちょっと変えてみていい？ちょっと変えてくださいよ。これどう？これでどう？どうすか？これでどうすか？今ちょっとマイクに変えてみたんですけど。ひろゆき君詳しいね。違うんだ。みんなの声ってこれ聞こえてる？聞こえなくなった？もしかして。変わってないです。まだダメです。あれまだダメだって。デバイス名何だった？誰かめっちゃ詳しい人いない？あ、じゃあ間違えた、画面共有できますよ。画面共有、あ、はい。ひろゆき君めっちゃ頼れるな。配信してる。ちょっと待って。はい、共有。もうしょっぱなからグダグダでごめんなさいね。イエーイ。何を共有すればいいの？ライブ配信？OBS？ ボイスチャンネルの方で下の方に画面ってなんか出てもいいか。はい。こう押してもらうと中島の画面が入れて、そこに OBS を映してもらえば。あ、なるほど。はい。すんませんね。これ配信を見て、これ OBS の設定ちょっと開いてもらって。これですね。はい。はい。そのプロパティをごめんね、みんなさん。視聴者の皆さんすいませんね。申し訳ないです。あれデスクトップ音声のプロパティを開いてもらって。はい、プロパティ、はい。これ今僕のマイクになってますね。あ、これがマイクになってるから。ヘッドホンのやつにした方が。ヘッドホンどれだろう、これかな。ヘッドホンって普通にパソコンのやつにしたいやつですよね。ヘッドホンはね、あれです。なんだっけ。オーディオインターフェースですね。はい。ちょっと一回それをしてみよう。じゃあ真ん中のやつに。はい、これでやってみましょう。どうでしょう。あ、音入ってないですね。じゃあ違います。じゃあ音入ってないですね。じゃあこれ一番下にしてみましょう。はい。これも音入ってないですね。入ってないですね。これやマイクがずっと動いてますね。これで入りますね。マイクの方をちょっと。なるほど。マイクの方か。原稿やっちゃおうかな。これをマイクに。今マイクは何ですか？マイクこれなんですよ。このラインなんちゃらってやつ。はい。これ違うのにすると声が完全に二重になりますね。あ、本当だ。はい。じゃあなんでだろう。やべえ。申し訳ねえみんな。あ、じゃリスナーの申し訳ねえを。ディスコードもディスコードもないか。なんでだろう。なんかさらに二重になってるけど。ディスコードの方なんか問題あります？あ、ちょっとなんか二重に超えたかな今。さっき一回良かったって言ってる。あ、本当ですか？どこだったんだひどくなったひどくなってます。さっき一瞬デスクトップ音声は今規定になってる。はい。じゃあまずはこの LINE なんちゃら。これどうでしょう？真島先生の声が羽織るようになりました。本当だ、羽織ってる。僕らにも聞かれたでもね。これ他の方の声は羽織ってない感じなんでしょうか。あ、みんなの声入ってますよ。デスクトップ音声流れてるんで多分。大変だ。じゃあ次これ。はい、どうでしょう。多分これ入ってないですね。やべえ、こんなに音で苦戦すると思わなかったわ。あれ OK って言ってますね。OK？ やった。これだ。どれ？OK？今これどっちだ。でも、これです。治りましたって。え？みんなには正常に聞こえてるってこと？視聴者の声には聞こえてるぞ、今。うん。先生の声がダブルようになってる？でも今って言ってる人いるよ。先生の声がダブルようになってる。でも今って言ってる人いるよ。あ、僕の声だけ良くない。じゃあ僕のマイクの問題ですか？あ、僕の声だけ良くない。じゃあ僕のマイクの問題ですか？これだとどう？どうですか？マシマン先生の声は誰かのマイクから戻ってきてる。戻ってきてる？僕かな。あ、あれかな。みんなあれですよね。ヘッドホンじゃないですもんね。いや、ヘッドホンですよ。あ、ヘッドホンですよ。イヤホンですよ。イヤホンにマイクがついてるやつ。はい。あれじゃ大丈夫なはずですけどね。あ、今いいって言ってますね。今いい感じ。あ、今いい感じです。あ、よかった。あ、すいません。皆さんすいません。お待たせしました。10分、15分オーバーです。いや、最初にやってきゃいいんですよね、本当に。はい、次からもう。はい、次から気をつけます。すいませんでした。申し訳ないです。というわけで、始めていきたいんですけども、一応、どうします？一応念のため自己紹介しましょうか。あ、まずそっから、はい。さっきね、朝霧さん自己紹介しましたけども、まあ、ね、有名な方集まってるんですけどね。ライブ配信切りましょう。ライブ配信、画面共有切りましょう。あ、そうだ、そうだ。はいはい。じゃあ、まずは、じゃあ、つくしさん、じゃあお願いします。はい。大丈夫ですか？なんか自己紹介を適当に。え？困る。あ、僕からですか？あ、いや、お願いします。あ、すいません、講談社の皆さんに混ざっている、竹書房からやってきたつくしアーティストです。メイドインアビスという漫画を書いてます。今日は日和らないようにするんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。じゃあ、続いて吉川さん。あ、私。中漫画で、かっこのいい名付けを、書いてます。現在、テレビアニメ放送中なんで見てください。吉川美希です。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい、じゃあ続いて、ひろゆきさん。あ、はい。週刊少年マガジンで彼女も彼女を連載してるひろゆきです。はい。この間アニメ2期決まったりしてるんで、またよかったら見てください。お願いします。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後、森川さん、お願いします。はい、今から約40年前に週刊少年マガジンで新人賞で準入選を取った森川ジョージです。よろしくお願いします。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 で、先ほど紹介した、新人の朝霧さんですね。はい、お願いします。はい。で、私は、プルーとか書いてる真島です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、まだ音声悪いって言ってる人いるんだけど。まあ、いっか。すいません。次からちょっとしっかりやりますんで。今回ちょっと初めてのことなんで許してください。許してね。はい。じゃあ早速始めていきましょう。これね、本当は僕がリーダーだったんだけどね。どうしますね、これ。いいですよ、いいですよ。はい。つくしさん、じゃあ始めてください。かしこまりました。はい。標準のまま開始して構わないんです、ね。はい、大丈夫ですよ。はい。始めよう。はい。スタート。だって始まるよ。いきなりか。はい。これ皆さん、声を出さないようにしてくださいね。あ、声を出してんだけど、リアクションはしていいんだけど、答え言わないようにしてください。これ僕の配信見られてるんで、お題で滑ったら嫌なんだよね、なんか。どうしようかな。これね、思いつかなかったらそのままでもいいかなと思うんだけど、せっかくだから買うんですよね。うん、これでもこういうのみんな見たいでしょ？何を書いてる？お題にセンスを求められるとすごい。そうそう、これお題で滑ったら恥ずかしいからね。これ多分こういうのみんな見たいでしょ？ダメ、もう間に合わないよ、これ。はい。電話かかってきたよ。はい、でもう電話かかってきたら、もう始まりますよ。はい。始まった！やった！これ、みんな答え言わないようにね。リアクションはしていいけど、答え言わないように。これどうやって書くのこんなの。全然意味がわからねえんだけど。何これ全然わかんない。どういう状況なんだこれ。これインターネット検索もありなんですか、ね、ありです。ただわかんなかったらね、そのまま書くのも面白いと思うけど。書ける。漫画家なんだからしっかりしろよ、お前らよ。そうっすね。一応プロですからね。そうだよ。そうっすね。楽勝だべ、こんなの。やってやら。これでもね、状況がわからないんですよ、僕今、こう、お題もらったやつ。これ、どういうこと？誰書いたの、このお題。誰だ？あバケツツールが圧倒的に終わってるんだけど。ダメだ。よし、これで。すげえのできちゃった。マジで。これ状況がわからないんだよな。どうしようかな。急げ。週刊漫画家どもに。追いつけそう。そうだよ。つくしくん、ちょっと遅いからな、手がな。まあ、習慣じゃないですもんね。はい。習慣どころか、お前、何勘だって言われてるんだよ。ちょっとすいません。本当だよ。つくしくん、何勘なんだよ。うおー、急げ。これ、全然わからねえんだけど。ドラー。やばい。どうなってたっけわかんないな。これ、絵にしようがないんだよね。絵にしようがないんだよ。これ誰書いたのこのお題。あ、電話かかってきた。早い。早いぜ。電話かかってきたけど僕の画面変わんねえよ。もうすぐ終わりってことですよ。あ、そうなんだ。はい、あともう、右上にタイマーあるでしょ。右上。はい。あ、なんか悔いが残る。もっといいのかけた。何これバカじゃねえのこれ誰が書いたんだよ。何これどういうことこれ多分元のお題っぽいな、なんか。うん、まあ、普通だけどこういうことでしょう。違うかな。誰が書いたの？もう。まあ、これしかだってないよね。これしか思いつかないよね。うん。いや、まさかあのキャラではないでしょう。なんかいろんなキャラの名前が出てくる。キャラの名前があってこれ。どういうことだ？これどういうこと？一応挑戦しちゃった。どういうこと？いやー。なんだよ。難しい話題来たなぁ。難しい。ね。どういうことだ、これ。でもみんな漫画家なんだからさ、しっかりしろよ。なんか、うろ覚えだけどいい、これ。わからねえ。超うろ覚えなんだけど。ハマるもんか。やっちまえ。まあ、いいや、じゃあ、ちょっと僕が覚えてる限りの。こんな感じのやついたよね。こんな感じのやつ。で、こんな感じで、ここうなってるの。ビーンって。全然違う気がするけど。これすげえ失礼やな。間違ってたら。でもこんなんじゃなかったっけ？そうなんですよ。見てないですけど。まあ、こうなんでしょう。こんなやついたよね。こんなやついたのは覚えてんだけどさ。ほら、これキャラ崩壊になりそうで怖い。朝霧さん大丈夫？いやー、なんとかギリ言ってますが、これは。赤番されないかな、大丈夫かな、これ。緊張はしてない、大丈夫。松田君、これさ、ちょっと、書いちゃいけない分書いちゃったんだよ。ダメだよ、それは。書いちゃいけない分やめてください。消しゴムってね、これか。消しゴム。はい。右上にあるから、消しゴム。のお題出したの森川先生じゃないん大丈夫かな。いきなりバンさせるのやめてくださいよ。早い。怖い怖い。こんなんやついたよね。こいつは名前わかるんだけどさ。こんな感じの。違うかな、ちょっと違ってる気がするんだよな。こういう感じじゃねえかな。はい。僕はやりきった。いや、僕もやりきったよ。なんだこれ、かわいいな、おい。なんだこれ、かわいいな。えどういうこと？あれお題かぶったかな、もしかしてこれ。これ、お題文章でもいいんでしたっけ？あ、これ文章ですよ。結構ね、結構かぶってんな、これ。これかぶってますね、今回、だいぶ。ねえ。はい。みんな竹書房にサービスしないで。かぶってるなぁ、これ。竹書房何もしてくれないから、あれですよ。あ、ちょっとやばい。めっちゃかぶってる。めっちゃかぶってますね、これ。難しい。これ多分ラストですよ。これもうラストですからね。なんと、早い。はい、もうなんかさっき書いた気がするんだけどな、俺。こんなんだよね。俺は間違うわけにいかないでしょ。僕も間違うわけにいかない。哲学みたいなお題が来た。哲学はい。なんでしょう。まあまあありますよね、そういうこと。哲学。どうこれ。結構いい感じだと思うんだよ。あ、やばい。塗りつぶしツールがゴミだ。そうなんだよ。塗りつぶしツールね、使えないんだよ。ちょっと、いつものクリスタの癖で変形ツールが欲しくなってしまう。ね。回転とか欲しいよね。ああ、わかる。すごい回転させたいんですよ。ゴミって。これ、いいね。いいんじゃない？おっと、半分切ったぞ。半分切りましたよ。いや、もうやりきったよ。レイヤー欲しいな、レイヤー。しっかりしろよ、もうみんなよ。週刊連載できねえよ、それじゃ。てか、森川さん何で書いてるのかすげえ気になるんだ。え？あ、僕ね、ペンで書いてるよ。それは分かってますよ。タブレットするの？タブレットにね、なんかね、ゴムがついてるペンで書いてる。あ、はい。今日のために100円ショップで買ってきたんだよ。ああ、すいません、あざっす。あ、電話かかってきました。来ちゃったな。さあ、これから皆さん、お披露目ですよ。皆さんの絵がこれから見れますよ。わあ、怖い。はい、楽しみにしてください。炎上しませんように。はい、怖いですね。はい、誰が滑ってるかわかりますからね、これ。そう、名前出たんですよね。難しい。難しい。これじゃあ、開始いたします。はい、お願いします。お題。ドン。はい、まずは僕。これ、イエーイ！早速被ってきましたね、これ多分ね。はい。かわいい。いいじゃん、これ。かわいい。これは得ですね。はい。タナチ伝わってよかった。やった！タナチ今残ってる。はい。なんだこれは。これはじゃねえよ。かわいい。皮まで。はい。よし！ああ、ご本人様最後。うわー、すごい。ピエロかわいい。ありがとうございます。これやりきってんじゃん。ね、これ結構最後までいきましたね。いきましたね。はい。素晴らしい。はい。じゃあお願いします。はい、続いて。俺からか。長いっすよ。これ。よし。どういうことこれ。これね、名前が出てこなくて検索してるうちに時間切れなかった。でもやっぱそうなるんですよね、みんなね。はい。どういうこと最後も全然ゴンドルドが出てきたら愛ですよ、愛なんだよ。あ、そうだ、ゴンドルドだ。そうだ、名前が出てこなかった。ありがとうございます。もう森川さんはもうファンだから。まあ愛ですよね。はい。ありがとうございます。次に参ります。はい。失礼します。ゴンドルドは伝わった。これ被ってるんですよ、多分お題が。ね、ピエロの部分被ってるね。まんまだったんで。ね、ちょっと次からお題考えないとね、ちゃんとね。なんでこれ被ったの？最初から出てるやつ使っちゃったんじゃない？あ、そうか、最初から。そんなのがあるんですね。やったー！素晴らしいね、ここまで。お、完璧じゃないですか。完璧。怖い。朝霧さんの女の子怖いんやけど。朝霧、いい加減にしろよ。これだろ、朝霧。そう、朝霧さん実はあれですよね。ちょっとホラー漫画描くんですよね。そうですね。そうなんだ。ホラー漫画らしいですよ。皆さんお楽しみに。楽しみに。では、次に参ります。はい、お願いします。はい、朝霧さんのお題。もう普通に。途中送信しちゃったんですよ。マジで許してください。はい。これ森川さんだったの？かわいい。かわいい。宇宙にいる猫。なるほど、そういう感じだったのか。かわいい。かわいいな。これ、めちゃめちゃかわいい。なんかムカつくな、これ。かわいいね、これ。つくりさん、なんか、ストーリーが出来上がりすぎっす。そう見えるじゃないですか。壮大な。土星から地球へ。ああ、いいですね。はい、ありがとうございます。確かにこれ壮大ですね。はい、ひろゆきさん。これ意味わかんないんだよ。なんだこれ、なんだこれ。すいません、すいません。こんなんどうやって書くんだよ、こんな。なるほど。書きようがないんだよ、こんなの。そうだったのか。ひでえ。あ、そういうことか。なるほど。なるほど。うわ、最後、これ貴重っすよ、森川さんの。蹴ってる一本。そうですね、本人による。めっちゃ貴重。大体みんな合ってるじゃん。まあそうですけど、蹴り入れてる一本はすげえ。すごい貴重。わ、すごい、コメントみんなかわいいかわいいって、ひどいかわいい反則。すごいなぁ。さすがつくし教。次参ります。はい。これ、本当に、リーダーのあれを渡した方がいいんですけど、いいのか、これ。いいっすよ、いいっすよ。じゃあ、やったー！つぼみーティー。もうショックですよ、これ多分。そうですね。あ、ショックだね、これ。うまいっていうか、ご本人様ですからね。ご本人。うまい。はい。はい、はい。かわいいね。かわいい。めっちゃかわいいね。つぼ漬け。朝霧。つぼ漬けじゃねえんだ。あ、もう、いけた、いけた。うん、まあいけたでしょ。ありがとうございます。いやー、みんな可愛いですね。可愛い。みんな可愛い。てか、ご本人様はやっぱ一番可愛いですね。可愛い。可愛い。頑張った。本人うめえな。ね。ひろゆきくんちょっと微妙なとこだけどね。こんなにちゃんと色とか塗れるんですね。そうですね。びっくりしました。これね、コツあるんですよ。コツあるんですよ。ちょっとね、不透明度下げるとね、いい感じに塗れるんですよ。マーカーみたいなのあるんですね。そうそう、マーカーっぽくなるんですよ。しょうがない。もし、新しい歌始まれるようだったら、ちょっと、お声掛けしていただければ、私、このボタンを押しちまうんで、はい。はい、コメントじゃあ、みんな、ミーティーかわいいしか言ってないんだけど、ミーティーかわいい。ミーティーはかわいいんだよ。ご本人様が書くのは、僕で映してもあれだ。ご本人様が書くのは、すごい。ね、そんな感じで。いや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 。じゃあ次行きましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。次のさん参ります。ちょっとね。はい。スタート。お題かぶらないようにしたい。標準で構わないですか？あ、いいですよ。はい。よしよし。ありがとうございます。ちょっとお題滑らないようにしなきゃな。大丈夫か？もうみんなぶっ込んでるな。そうね。ちょっとじゃあ、ちょっと変えていこう。どうしようかな。これぼんやりさせようかな、ちょっと。これいこう。何しよっかな。みんなのやつ。これ見たいよね。これをバンされるかな、怒られるかもしれない。やめろよ。やめろよ、チンコとかは。いや、大丈夫だと思う。やっちまえ。これどう？ねえ。アニメーションみたい。次アニメーションでもいいかもね。アニメーション面白そうですね。うん。うん。マジマ君バンされたらごめんね。やめてくれよ。何が始まったんだ。ちょっと待って、これね、文字書けないのにこれ言えるかな。これ短時間で書く絵じゃないでしょこれ。難しい。どうすればいいんだ。これ何これ。もしお題でわかんないね、キャラとか出てきたらもう、あれですよ、適当に書いてもらってもいいですし、調べてもいいですし。やるしかね。これ、グロとかいいんですか？はい。当てずっぽうでいくぜ。グロ大丈夫なんですかこれって。エロ？グロ？グロ。グロ。グロ。グロどうだろう？ある程度は大丈夫だと思います。ある程度は。ある程度は。はい。どうしてもグロしかありえないような。いや、それはちょっとね、ひろゆきくんのより可愛く。ああ、はい。はい。こんなん、この時間で書けるかよ。急げー。半分切った。やべえ。やばい。締め切り余っちゃくれねえぞ。文字書けないからな、これが伝わるかわからない。いや、これ色つけてる時間なんかないわ。ないね、これもないね。色つけたよ。早いっすね、さすが。週刊連載なんだから。先輩に怒られる。怒られる。怖いな。マジって怖え。マジって怖え。怖えな。マジは怖いと思います。怖いですね。いや、怖くないよ。ボー君が一人いるだけで。僕がしたい。編集部に飛び込んでいた時の話、ちょっとすごい楽しかったです。やめろ、ソフィーだ。どうだろう、これ。やべ、もう時間ねえ、これでいいや。やべえ。むずっ。これ超むずいんだけど。どうでしょう。そろそろですよ。うわ、やべえ。書き切れてね。うん、これはむずいって言われてるよ、僕のやつ。誰のお題か知らないけど。おっと、きた。なんだこれは。うまっ。めっちゃうまいんだけど、これ何？何これ。しかもなんかまたかぶったか。知ってるぞ。こいつの名前は知ってるぞ。うまいな、これ。誰書いたか知らないけど。うまい。こういうことかな。やべ。どういう状況なんだこれ本当。めっちゃかぶってるじゃんもう。うわ。途中送信しちゃった。むず。そういうことね。ちょっと検索していいかな。どうぞ。検索する分時間が減る。これでウィンウィンじゃない、よし来た、これはこれでしょ、これか、なるほど、こいつ、そっか、なんかみんな無言ですよ、どうしたんですか、やばいやばい、締め切りに追われてるんで、誰だよこんな考えたのよ。あ、わかったわかった。こうすればいいんだ。見つけましたか。見つけた。突破を。あれ、こんなんじゃなかったっけ？全然わかんねえや。いや、むずいな。マシマ君。はい。バンされてもいい？やめて。よくないよ。お題がバンされるんだよな、これ。残す気だ。伝説を。それよりもね、今ね、皆さんのこのディスコードのアイコンで隠してるんですけど、はい、ずっとね、ここに広告が出ててね。あ、それがちょっとエッチなやつなんですね。そうなんですよ。クリムゾン妖魔大戦がずっと出てるんです。よし。クリームゾーンやりますかね。さすがですね。あ、違うのか。こうじゃないのかな。まあいいや。あ、やばいやばい。はい、やばい、来ちまった。ダメ。これちょっと画面切り替える準備しとかなきゃな。変なもん出てきた時のために。一応ね、一瞬で切り替えることはできるっちゃできるんだけど、ちょっと瞬間的にできるかは怪しいんでね。そうですね。やっぱこう、切り抜きされますからね。はい。気をつけないと。ああ、なるほど。なんだこれ。ん？なんだこれマジで。マジでわからん。文字書くなって言ってんの誰書いたんだ。そういうルール破るやついいんだよ。朝霧文字書くなよ。書いたっけ、すいません、ちょっと記憶がもう混濁してるんですね。ああ、じゃあこういうことかな。はい。あ、書いたっけ。最後、うわ、もう、ひどいの来たな。ね、難しい。ひどいの来たな。これどういうことだ。日本語がわからない。日本語がわからない。深刻なやつですね。実はあんまり覚えてないんですよね。なんとなくでしか。こんなんだったような気がするんだけど。これカラーじゃないと書けないのかな。どうしたらいいんだ。髪型が覚えてないな。こんなんだった気がするんだけど。いや、これはむずいな。なんか違う気がするな。どうするんだ。こんなんじゃない気がするんだよな。こんなん、あれ、なんかちょっと違う気がする。髪の毛とかこんなんじゃない気がする。やべ、検索した方がいいかな。見せなければいいのかな。もうね、検索したらいいかとか、それやめてくんね。俺たちはイマジネーションで仕事をするんですね。イマジネーションでいきましょう。よし、わかった。イマジネーションでじゃあいけますか。これやべえから消しとこう。何言ったんだ。バンされちゃう。やめ、マジやめてよ。え、これは合ってんのかな。でもどうなんだろう。え、でいや。これは大丈夫だ。つまり、時間がない方がいいんだよな。おっと4、あと4分の1。やばいやばい。消しといてやったよ、もうマシンがよ。いや、まあ、されたらされたでね、まあ、美味しいっちゃ美味しいんだけど。こんなんだった気がする。この辺の模様がちょっとわかんないけど。はい。やばいやばいやばい。お、これラストだね。これが。さあ、どうかな？いやー、どうすりゃいいんだ、これ。皆さんのやつが、もうすぐ見れますね。はい。では皆様。はい、お願いします。はい、すみません、自分のキャラ行きました。はい。はい。爆発してるグルー。いや、確かにグロいな。うまいな。うわ。誰か動物を描いてくれ。はい、出しました。プル人がされる。ごめん。ほんとごめん。理解してなかった。ほんとごめん。あのね、書くまでの経緯がね、見えるからね、一瞬。一瞬ちょろちょろって書いたのを消したのが見えましたね。いや、でもみんなありがとうございます。かわいい。いや、じゃあ次行きましょう。はい、ありがとうございます。やだっす。俺か。もう、長いよ。長いよ。どういうこと？やった、7地だった。7地、ここで7地になるのか。ここで7地になる。はい。で、すごい勢いでゲロ吐く7地。かわいい、かわいい。結局これ、つくし君が欲しかったものが最後手に入ったんじゃない？そういうことだよね。うわ、すごいな。この中、長ったらしい文章から、ちゃんと最後はね、7地いくんですもんね。はい。いや、素晴らしい。いやー、お力がすごいですね。では、次へ参ります。次お願いします。どん。これな。これ耳やからんのよ、これ。あ、これ途中卒。あ、もういなくなった。ただの一本になったよ。やった。どうしてやってよ。ちょっと待って、何これ。最後のやつ何これ。そうじゃない。おい、書こうとしたけど、一旦やめることにしたんです。これ、これ一歩成分ないじゃないですか。これが落ちたわけないでしょ。これ、どこに一歩成分あるんですか、これ。いや、一応眉毛です。眉毛と、その、ね、こう、ね。鼻のね、このぽっこり具合をこう、わかんねえ。本当はね、渦巻きみたいなこう耳を描くことによって、堀川先生の耳に寄せようとしたんですけども、間に合わないでしたね。なるほど。はい。あ、これね。これね。はいはいはい。難しかったよ、これ。一歩だったんだ、最初。はいはいはい。お、うまい。ああ、なるほど。はいはいはい。森川さんだったのか、文字書いたの。私に罪を着せよう。いや、だってさ、森川さんが一歩かけなくてどうすんのよ。何これ。転生したよって。え、何これ、戦国時代に転生したんじゃなくて、現代に転生してんじゃないの。現代に転生した。転生した武者ですからね、そうですね。そうですよ。そうですね。違いですね。はい。ただ森川さんはちょっと一歩はちゃんと書いてください、一歩らしく。そうですね。はい。一歩まで来てるんで。こんなにちゃんと書いてくれてるのは原稿力くれよ。はいはい、わかりました。はい、じゃあ次行きましょう。行きます。はい。うん。あ、なるほど、そういうことか。そういうことだったんですね。なるほど。あ、そういうことか。これね、いいですね。みんな、すごいな。これすごいね。はい、これ僕やらかしましたね。こういうことだったんですね。スカイダイビングになっちゃった。あ、でもダイビングはダイビングだな。うん。はい。さあ、行ってくれ。やったぜ。すごい。うまい。大気圏突入してるやん。ガンダムじゃねえか、これ。いや、ありがとうございます。ガンダムになりました。ありがとうございます。単独で突発動きになりましたね。じゃあ次。いいですか、それ。おっと。もうプルーが多い。ああ、これ。はい。ああ、そういうことね。あ、うまいね。うわ、うまっ。朝霧さん、上手ね。あれ、逆から書きやがったな。あれな。逆から来てますね。はいな。はい、なるほど。いや、わかんないですよ、天元突破。あ、そう。グレン・ラガンだったんですね。なるほどね。これ、誰かがね、バンサで霊覚と思って一回やったんだけどな。どういうこと？いや、穴ってそういう穴ですか？そういう穴じゃダメですよ。そういう穴じゃダメですよ。いや、お題通りだ。やめてくださいよ。誰もそんな下品なもん書かないですよ。いやいやいや。次ちょっとアニメーションやってみます？どうですか？アニメーションの方やってみようかなと思うんです。アニメーション。これですか？はい、アニメーションってやつですね。はい。これちょっとどういうものか。何これ、動いちゃうの？動いちゃうの？アニメーション。新しいアニメーションの共同作成ですって。アニメーションっていうのは、これみんなで6コマのアニメーションを作るんですよ。どうでしょう。動いて、なおかつバンされるってやつじゃないの？なるほど。バンはいいから、置いといて。とりあえずみんなで6コマの、絵を描くんですけど、これね、ちょっとね、6コマ漫画じゃないんで気をつけてください。はい。アニメーションなんですよ、あくまで。うん。なので、最初に、はい。最初に全員で、それぞれ1コマ目を書くんですけども、はい。そこからみんなこう、順番にこう回ってって、6コマ書いていくんですけども、漫画じゃなくて、もう、パパパパパって最後に切り替わって見せるもんなので、はい。アニメーションになるように、ちょっと想像して書いてください。パラパラ漫画的な。そうです。パラパラ漫画的な感じですね。え、でも一人一枚で大丈夫なんですよね？いや、違います。最初にだからお題を書いたら、その人の、みんな順番に回ってくるんで。お題があるのか、なるほど。そうです。まあ、全部で6回書かなきゃいけないんですけども、最初にだから、起承転結の起をみんな初め書いてほしいんですよ。ほうほうほう。はい。まあ、そこから次の人に回って、自分は次の人、前の人なんか聞けって感じで。とりあえず一回やってみればわかると思うんですけど。うん。大丈夫？何でもできるよ。よし。とりあえず、まあ、アニメーションを作ってみようってことです。よし。では、とりあえず、やってみましょうか。はい、やってみましょう、やってみましょう。できるさ、我々なら。はい、お願いします。はい。最初は、アニメーションの一コマ目を作ってください。あ、なるほど。絵を描くんですね。はい。まあ、一コマ目を作るんだね。一コマ目です。一コマ目か。はい。まあ、この後なんか動かしやすそうな感じの絵とかですかね。あ、なるほど。続きが面白くなりそうな感じの絵でもいいし、まあ、一コマ目なんで、別になんか、何もしなくてもいいかなって感じですね。何も起きなくてもいいかな、みたいな。はい、やばい、ぶっ込んでいきますか。はい、はい、次の人が面白くしてくれるかもしれないっていう、そういう期待を込めて。はい。はい。僕はもうこれ超期待を込めてますね。次の人絶対面白くしてくれるだろう。ちなみにこれは。どうかな、これ。絶対次の人面白くしてくれるでしょ、これ。間違いなく。なかなかハードリングを上げてますね。これがどういう風な結末を迎えるかすげえ楽しみだな。やってみようかな。あ、これでもあれだね。あんまり細かく色とかの入れちゃうと、次の人大変になっちゃうかもしれないですね。そうですね、確かに。だからあんまり細かすぎる絵は避けた方がいいかもしれないですね。どうでしょう、これ。絶対次の人面白くしてくれる、これ。ね、どっちに行くだろうね。どっちに行くか楽しみだな。左の方に行く。乳首はダメだった。そうか、乳首は消しておかなきゃ。乳首ダメだよ。乳首ダメですよ。危ない危ない。一旦消しておこう。乳首ダメですよ。ノー乳首。ノー乳首です。ノー乳首、ノーチンコです。はい、ノーチンコ。ノーチンコです。ノーチンコだけど、これはどうかな。電話がかかってきましたよ。早い早い。はい。すげえの書いたぞ。さて、これ次誰かの2コマ目が回ってくるんですよ。なるほど。はい。2コマ目を次書いてください。どうなるかわからないんですね、これ本当に。そうですね。どうなってるかわかんないし、誰かの書いたら、1コマ目か。1コマ目が送られてくるんで、2コマ目を次書く感じですね。なるほど。はい。おお、これは、なるほど。これちなみに、さっきも言ったけど、漫画にしないでくださいね。アニメーションなんで。はい、わかりました。はい。まあ、そんなに厳密にこう、1フレーム単位のアニメだと面白くないかもしれないんですけど、はい。はい。なんか動きがある方がいいですね。セリフとかよりは。確かに。はい。さあ、これは、すごいのが来たぞ。どう展開しようかな。ここでもあれだよね。自分のキャラ書くってのありだよね、これだったら。キャラの名前とかしなくてもいいわけだから。確かに。そうですね。うん。朝霧さんとかね、自分のキャラとか書くチャンスだよね。今、見せつけてやる。なんか、ぶっ壊さなければいいんですけどね。壊すつもりでいきましょうよ。これはやばいな。これはちょっとやばい。どうしよう。消す時間がないよ。どうしたの？確実にバンされるやつ書いちゃったよ。いやだからこれダメなんだってもう。これ違うな。こうかな。やばい、この辺のデザインわかんない。って3コマ目書く人は1コマ目と2コマ目が分かるんですか？いや、2コマ目しか分かんないです。あ、なるほど。はい。だから、なんか右に行ったはずなのにまた戻ったりとかっていう面白さはあるかもしれないですね。なるほどね。はい。こっちに行くって予想したやつが、なんか逆方向にまた進んでったりとか。そういうことなんですね。はい。そういうことですね。まあいいや。ちょっと全然面白くはないんだけど、まだ2コマ目だからね。起承転結の章の段階なんで。まだボケるのは早いかな。どうだろう。なんか下手くそだな、やっぱ俺書くと。ちょっと動きすぎたかもしれないです。いいよいいよ、全然。ごめんなさい。全然いいよ。いやー、怖い怖い怖い。このあたりからね、多分面白くなってくるはずなんで、3、4コマ目あたりからね。うん、さあ、次は3コマ目です、誰かの。わあ、なんだこれ。何これ何これマジかこれ。これ、どういうこと？何これは、全然わからない。これでもまあ、あれでしょ。こういう流れだと思うんだよね、間違いなく。これ俺のせいじゃないかなって感じしますね、この感じ。多分こういう流れだと思うんだよな。これ。これはまずしろよ。なんか誰かがバンされるやつ書いた後の途中なんじゃないかって。私もその匂いを感じますね。やめてやめて、バンするやつは。本当にしっかりしろよ、みんな。いやいや、森川さんですよ、本当に。しっかり。しっかりと。何言ってんだよ。やりきるしかないですね。こっちは週刊少年マガジンの作家だぞ。知ってますけどね、昔ニコ生でチンコ書いてましたからね。そんなことするわけないだろ。書いたんか。なんだっけ、あれ、マガジン学園っていうの昔あって、はい、マガジンの作家でなんか大喜利みたいなのやったんですよね。それで、森川さん、どうぞ書いてました。あれ、でもこういう。でも、やるしかないんですよね。だって、こういうアニメーションなんですもんね。そうなんです。こんなのはもう。うん、これでもまだね、まだ3コマ目なんで、そんなにちょっと面白くないかも。4、5あたりからちょっと、なんだろうな、少し急展開とかなる可能性がありそうですね、なんか。もう、これしかないんだよな、本当に。どういうすいません、本当真島先生、本当ごめんなさいね、なんか。はい、なんでもいいですよ、なんでもいいですよ。全然わからない。全然わからない。全然いいです。嘘でしょ、誰かが色塗ってるからさ、もうさ、こっちも色塗らなきゃいけなくなってんだよ。まあそうですね、アニメーションだからね。はい。さあ、次4コマ目きますよ、いよいよ。おっと、来ちゃいますね。この辺からちょっとね、変化つけたいとこですね。そうですね、ちょっとこう、アバンギャルドな感じのものを出してますね。アバンギャルドな感じ。はい。あ、かわいい。ちょっと待って、これ何これ。怖い怖い。これどういうことだと。意味がわからんって。ちょっと変化つけ、まず何なんだこいつ。アニメーションうまいんだけど、うん、動かしちゃっていいの？あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあちゃんと動かそう。ちゃんと動かしてください。原画じゃなくて動画の方ね。はい。これ何なんだろうな。全然無口になっちゃうな、本気で書くと。そうですね。そうですね。ちょっと、せっかくなんでね、コメントしなきゃいけないと思うんですけど。全然意味がわかんない、これ。やべ、またバンされるのこれ。コメント集めちゃったから、もうしょうがないってことで。ちょっとこの辺から、はい、少しと、ボケっぽい感じに。やっぱもう。こんな感じでいいかな。ちょっと。ここれちょっとギリギリアウトな気もしなくもないんだけど。誰か言って。そうなんだ。自らアウトを踏んでいくんですね。ちょっとね、みんなおとなしめなんでね、行こうかなと。はい、お見通しました。やっぱ、ちゃんとこう、YouTube の視聴数を伸ばそうっていうか。はい、ありがとうございます。見えますね。ありがとうございます。さすがです。いや、でもね、あれですよ、今回、同時接続者数、過去一ですね、やっぱ、皆さんのおかげで。マジですか。うん、ありがたいです。これはすごいですね。嬉しい。ありがとうございます。いっぱい見てんの？今、3300人ぐらい見てんのかな。みんなもう見るなよ。見るなよ、みんな。あともうちょっと。はい、次5コマ目ですからね、もういよいよ、10の部分ですね、きっとね。これが10。なんだこれは。なんだこれ。おお。これは。何これ。何が変わってんだ。怖い。やっちゃったな、これ。怖いな。どういう状態なんだろう。なんだこれ。どうしよう。やるしかねえな。やるしかない。どういう状態なんだろう、これ。わからねえ。大幅に変えよう。やっぱアニメーションはね、そういう、こう、ダイナミックさがね、時に求められるはずなんで。ダイナミックにいきます。アニメは得意だからね。絶対この下品なの書いたのはひろゆきだな。言っただろ、下品なのよ。少年誌に向いてないってもう。そんなこと言われる人って。どうなってたっけ。これ誰なんだろう。知らねえからな、もう。これ、前書いた人が悪いからね、松島君、バンされても。はい、わかりました。僕の前が悪い。わかりました。だって、本当に僕の動いてるもん。これ、誰なんだろうな、僕書いてるやつも。よくわからないんだけど。これ、何なんだろうな。この部分がなんだかわからない。ちょっと僕もアニメーションさせよう。こんな感じで。ちょっとね、動いてる感じを。演出しつつ、これはなんだかわかんないんだよな。何なんだろうこれ。やばい、電話かかってきちゃった。締め切りだ。締め切りが来た。やばい。なんかわからないけど、なんかどうしよう。よくわからないや。なんだこれ。これどうするよ。ダメだ。なんだこれ。書いちゃダメ。消そう。一旦消そう。ダメだ。チンチンだけはダメなんだって。おっと、なんだこれ。さて、もうこれ、ラストコマですよ。オチですよ、これ。これ、どんな。これ、流血は大丈夫ですか？流血ぐらいなら大丈夫だと思います。あ、わかりました。はい、これ、オチですからね、皆さん。オチか。これがオチなの？これがオチになりますよ。どうしたらいいんだろう。これ誰書いてるの？マシムくん？わかんない。それはわかんないですよ。本当かよ。どういう流れでこうなってんのかわかんないですからね。この前がね。まあ、そうですね。はい。これはこういう、最終的にこうなるんであろうと予想。わかんないって。最終的にこういう風にしたかったんじゃないかな。やべえ、元のやつなんだか分かんなくなっちゃった。ねえ、これは問題作だよ。問題作出ました？でもさ、これはしょうがないよ。はい。これはしょうがないよ。これは見てる人も納得するよ。はい、本当ですか？バンされてもしょうがないよ。やめてくださいよ。こういうことかな。だって前の人のなぞっていうようなもんだもん。アニメーションだからさ。そうですね。うん。問題があるとしたら、まあ、一コマ目書いた人かもしれないですから。そうかもしれない。はい。誰もわからない。そうそう、言い忘れておりました。そう、ツイッターの方でね、ハッシュタグ、漫画家ガテフォンでつぶやいてほしいです。コメントとかありましたら。いつもはね、マシュマライブってやってるんですけど、今回はね、僕だけじゃないので、ゲストが。漫画家ガテフォンでつぶやいていただくと嬉しいです。つぶやくなよ。いいじゃないですか、つぶやいても。これは、やばい。まあいいや。さて、どうなるかちょっと、超楽しみ、これ。なんでしょうね、これね。これ、つくしさん、アニメーションの、いいや、最後でいいんですけど、はい。最後にアニメーションの速度、多分10秒ぐらいが面白いかなって気がするんで、10秒ですね。はい。まあ、一旦こう見た後にちょっと10秒ぐらいに設定しましょう。とりあえず、最初のこの自動と、あれで構わないですか？はい。では、このままいきます。うん。はい。僕のお題、こちらです。よしこだ！さあ、これがどういう物語を辿っていくのか。あ、そうなんだ。これ。ちょっと待って。全然かけてないじゃん。それか。ちょい。これ、そういうことなのか？ちょっと。ひろゆきが悪いよ、ひろゆきが。そんなことはないでしょう。これちょっと早い気がするんで、ちょっと秒数変えた方が面白い気がするんですね。10だと10だと。吉川さん、見事だな。ちょっと。ミキだったんだ。いや、でもこれ、感動ですよ。僕のキャラがね、つくしさんのキャラに変形しました。はい。グリフが。いやー、バトンを受け取りました。いや、あざす。うんこから魚へ。ちょっとな。次へ参ります。はい。もっと面白くなると思ったんだけど、うんこが。うんこね。ひろゆきが僕の糸を拾ってくれないんだよ。無理でしょ。はい。僕普通ですよ。ぶわーっと。はい。手を上げる。チンコは光ってると思った。パンチだった。はい、パンチして、なんか普通にアニメーションしてますね、なんか。みんなパンチ。いや、なんかこういうことがなんかだろうと思ったんですけど。朝霧さん？いた！ありがとう。これ普通じゃないか。いや、普通ですね、結構。普通ですね。皆さんありがとうございます。はい、ちょっとでも、全員これプロと思う。いや。あらららら。保存しよう。あ、これか。一歩だったのね。そうです。なんでこうなった？なんだよこれ。ちょっと僕結構普通アニメーション書いちゃいましたね。はい。僕も。おお。素晴らしい。これいいですね。めちゃめちゃいいアニメなんじゃないかな。はいはい。お。なんかいいぞ。いいですね。はい。これは。ちゃんとなってる。なってる気がする。めちゃめちゃちゃんとアニメーションしてる。まあ、一歩だった気もしたんですが。まあ、一瞬だけ一歩が見えたけど。あ、でもちゃんとアニメーションしてます。すごいすごい。してますね。お見事です。すごい。あ、いや。じゃあ次行きましょう。これだよ、これだったんだ。これどういう目をたどったんだ。どうすんだよ、こんなのだって。どういうことよ、これ。これやばい。風邪ひいたときに見る夢みたいな。なんで森川さん途中なんですか、人。あ、これね、僕スクロールできるのが知らなくて、真ん中に映ってるのしか書けない。なるほど。スクロールしないんだな。そうです。いやー、素晴らしい。これもなんか面白い感じのアニメになりましたね。なりましたね。よかった。みんな変なもの書かなくて。はい。お。これはめっちゃ可愛いじゃないですか。うん、可愛い女の子。もういきなりホラーにもう二顔目でホラーになったよ。もうなるほど。そういうこと。あ、そういうこと。これなんでこうなったの。ひどい。ちょっと、ひろゆきくんの書いて一番最初の可愛い子が、そうですね、とんでもないことになっちゃった。ひどい。これはマシュマが悪い。俺かな。これ僕悪いから、これ。これはマシュマが悪い。いやー、ひどいな。よし、いきますよ。はい。今のさきちゃんだったの？おい。なるほどね。なるほどね。これ、つくしさんですか、もしかして。つくしさんですよね。あ、そうだったんだ。そうだったんだ。なんかおかしいと思ったんだ。そっか、やっちゃったな。ああ、そうだったな。やっちゃったな、つくしくん。もうよくわかんないことになっちゃったよ。モザイク取ってたな。モザイクだったのこれ。モザイク。チッチ書いちゃったんですけども、一旦ちょっと、はい、はい、危ないと思って。ルービックキューブかと思いました。よかった。いやー、つくしさんのなんか変なおっさんになっちゃいました。俺は何だったんだ。いやー、でも楽しいなー。いや、すごいすごい。いや、ありがとうございます。いやー、どうします次。汗かいちゃった。もう汗かきましたよ。めっちゃ、アニメーションもう一回やってもいいし、表示戻してもいいし。お、マジですか。ちょっと待ってくださいね。どっちがいいですか？どっちだ。あれ？アニメーションもう一回いきます？いいですよ。いきますか？うん。これ、今度皆さん、なんか自分のキャラ描いた方が面白くないですか？そうですね。うん。いや、連載前だから分かんない。いや、全然、だからそれ、あ、なんか適当に書くから。もう、マジですか？うん、もう2コマ目で変わっちゃうかもしれないし。一応、でもほら、1コマ目だけでも自分のキャラの宣伝できるでしょ？なるほど。うん。じゃあ、ここぞとばかりに。そうだ、やりましょう。じゃあ、今度、じゃあ自分のキャラを1コマ目に書くという縛りで、アニメーションいきましょうか。いきますか。はい、お願いします。やるだけやってやろう。行きましょう。じゃあね、僕のこの、配信見てる人も、なんかフェアリーテールのキャラとか書いてくれてる人も多いんでね。いや、もう、そこはね、期待に応えないと。いや、全然もうね、あれですよ。2コマ目からね、全然変えちゃっても構わないので、さあ、1コマ目書きましょう。どうしようかな。ちゃんとでもね、普通にバストアップとかじゃなくて、なんかアニメとしてね、繋がる方が面白いとは思うんですけどね。繋がりそうな感じ。はい、そうですね。うん。やはり一コマ目にちょっとこう、何か起こりそうな感じを。そうです。なんかちょっと仕込みを入れといてほしい感じは。はい。実は僕今日、あれなんですよ。つくしさんと話すの初めてなんですけど、あ、僕でも、真島先生の、あれですよ、YouTube ちょいちょい見てるんで、初めてな感じしません。すいません。なんかね、僕の YouTube あれなんですよ、漫画家視聴率高いんですよ。はい、でしょうね。結構漫画家の人見てるって言われて恥ずかしいんですけど、僕は、めちゃめちゃ、はい。はい。すごい喋りが達者な。いや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 。もう本当聞いてて、楽しいので。ありがとうございます。やばいやばいやばい。結構ね、新人向けに作ってるチャンネルなんで、なんかプロの方にね、見られるの恥ずかしいんですけども。あ、僕も新人のようなもんなんで。何言ってんすか？本当に。何言ってんすか？レジェンドです。でもこんなにね、なんか気さくに話してくれる方と思わなかったんで。え、僕もです。いや、すごい嬉しいですね。まあ、あとね、はい。朝霧さんもね、このメンツの中で、気遅れせずにね、喋ってもらって。いやー、なかなかでも、うん、ね、メンバーを知ってたら多分弾いてたと思う。そう、そうですね。メンバー知らなかったの？そうですね。メンバー言わずに僕の配信出てくれっつって、担当を通じて。そうです。お前行ってこいって、ファンネルみたいに。ファンネルって。伝説を作ってこいと。若いのによくそんな言葉知ってるね、ファンネルとか。いや、もうファーストガンダムしか知らないですね。若いのに。さて、そろそろ時間ですよ。はい。おお、うまいな、やっぱ。かわいいな。なるほどね。うわ、うまいな。さあさあ。いいね、これ、いいね。これちょっと見てる人みんな得だよね。全員の絵見れるんだもんね。確かに。ね。これどうしよう。どうしようかな。本気で書こう。ちょっと、本気出すよ。どうしようかな。これ実は初めて書くかもしれないな。こういうことかな。やべ、これちょっと時間なくなる可能性あるわ。真剣に書いちゃうからさ。真剣に書いちゃうね。これどうしようかな、ここ。なんかこうやってやってるとアニメーターってすごいなって感じますね。そうですね。確かに。漫画家とまた違ったスキルですもんね。すごいですよね。あ、これちょっと面白くねえな、結構普通だな。自分でまだあれですから。あ、まだ2コマ目で。気象的ですね。はい。ちょっとでも2コマ目面白くない気がするな。普通すぎるな。普通すぎる。もうちょっとごめん、これ3個目に期待するわ。普通すぎるな。やべ、締め切りきた。やべえ。これはちょっと普通すぎるぞ。滑ってるな、これ普通に。ちょっと次頑張ろう。くそ。お気に入ったって言われてる。お気に入った。まあ、言われたくねえ。すいません、僕お気に行きました、これ、今回。自分の漫画に言われたくねえ。お気に行きました。おー、なるほど、なるほど。なるほどね。なんだ、これ。これ、吉川お気に入ったな、これ。みんなお気に入ってる。私かみんなお気に入ってる。あ、またお気に入ってるわ。なんか、置いてますね。ちょっとどうしよう。お気に入りすぎなんだよな。これちなみにあれですよ。オリジナルのキャラが、そんなことしないみたいな批判なしにしましょうね。それはもう、それされたら困ります。はいはい。じゃあもう、めちゃくちゃなことを。はい。面白かったら、なんでも OK みたいな感じで。面白くなかったら罪ですね。はい。いや、多分自分に返ってきてると思うんだけど。またお気に入ってんだ、これ。どうしよう。ちょっとここからで、ね、変化を出さなきゃダメなんだよな、きっと。難しいな。ね。意外と人のキャラ覚えてないなね。そのまんまならなんかなぞるのはできるんだけど、はい。動かせって言われると難しいですよね。難しいですね、本当に。はい。ただトレースするだけだったらそんなに難しくないんですけどね。はい。これどうしようかな。もっと貯めた方がいいな、これな。まだ3コマ目ですからね。はい。うん、よし、こんな感じでどうかな。脇を締めろ。やばい、締め切りきた。やべえ、締め切り。でも、お気に入ってる感はあるな。どうなんだろうな。どんな形だっけな。そうかな。そろそろちょっと、あれだね、面白くすること考えなきゃいけないな。そうですね。はい、半分過ぎましたんで。はい。そうやってね、狙って面白くしようとすると、読者に惹かれるんだよ。でもね、そこはちょっとひろゆき君に期待かな、ギャグ漫画家なんで。なんだこれ。かわいいのが来たな。これは、どういうことだこれは、これ、絶対狙ったろ。そういうことか。期待に応えてやろうじゃないか。これは、原型とどめてないんだ。これは誰なんだなんとなくわかるんだけど、そういうことか。いや、ちょっと、ここはちょっと、もう置きに行かないで、攻めよう。そうもう、僕も置きに行かないでバンされるからね。やめてください。こうしかないよな。あ、ダメだ。これちょっとね、置きに行っちゃいますね、やっぱ。まだ置くんですか何個置きゃいいんだよ、もう。これ多分これでこいつでしょね。こいつのような気がするんだよね。半分切った。もう半分切ってんのか。やばい。しかもこれ塗りつぶしツールねえんだ。やるしかないのか。これやるしかない。これは、やべえ、全然面白くはないな、普通だな。あら、もっと。ちょっと真面目に書いちゃうね、これ。やばい、時間がない。ちょっと、真剣にやっちゃいますね、これ、本当に。時間がない。やばい、時間がない。やばい、時間がない、助けてくれ。こんなに時間に追われるもんなん、これ。やれますね。ちょっと普通すぎてびっくりしてる、自分でも。滑ってるわ、完全に。これは怒られないかな。なんだこれ。これなんだ。またなんかすごいの来たけど。誰だこれ。これ誰かは。どうした。これひでえな。このキャラ好きなんだよな僕な。誰だこんな怪我したの。ひどいなこれ。これ絶対口だろ。うぜえ。そんなことないはずです。なんだいじゃあ。これはそうだよね、あのキャラだよね。みんなすげえ無口になってますよ。いや、これ真剣ですよ、本当に。真剣だし、このチャンネルが終わるかもしれないと思うと、ブルっちゃってしょうがねえんだよ。いや、大丈夫ですよ。よし、大丈夫って言われたんで。はい。大丈夫って言われたんで。大丈夫です。大丈夫って言われたんで、もう、本当にもう。そうです。やるっきゃね。やってください。もう行くとこまで行きます。はい、どうぞ。大丈夫ですか？行くとこまで。ないのに下ネタ。何が起きた？あのね、僕、そんなね、バンされるのは別になんか話題になるから構わないんですけど、一応女性いますからね。セクハラはやめてくださいね。女性が解決で、そう、こういうの。なるほどね。バケツはどれだ？バケツ？どうかなこれちょっと服覚えてないんだけど。これなんかパンツじゃないね。どんなのだったっけな、ここは全然覚えてないんだよな。まあいいや、これで。ちょっとひでえんだけど。おっと来た。何が起きた？あれ？さっきいた気がするんだけど。あれ違う人書いてた俺。あれ？なんだよ。なんだこれ。これもオチっすからね。オチ。はい。ここで面白くしないと。ここで面白くしないとどうしようもないんですけど。どうしよう、先輩のこと考えろよ。今日。先輩のとこに行くとは分からないんで、すいません。そうなんですよ。そうなんですよね。確かに先輩のとこ行くかどうか分かんないもんな、これな。誰のとこにね、行ってるか分からないんですよ。これでもなんか、朝霧さんのやつあった？これ。どっかで変わったのかな？一番ふざけてるのが朝霧だよ。そっか。なるほど。いや、真面目ですよ、真面目。真面目？シラフですよ。引っ掛けてないですか、一杯。何杯飲んだ？何杯飲んでます、今。え？何杯飲んでます、今。あ、僕はお酒だったらずっと飲んでますけど。つくしさん、お酒好きなんですか？はい、好きです。シラフでこんなとこ来れるわけないじゃないですか。これ実はあれですよ、僕弱いんですよ。あら、そうなんですか。はい。もう、吉川さんがめっちゃ強いんですよね。強いですね。ねえ、めっちゃ強いよね。同じ落ちしか取れない。やばい。お、あと4分の1。まずいぞ。やばいやばいやばい。いやー、これオチにしては弱いな。じゃあ僕もそうなの、ね、なんかちょっと全然面白くないんだよな。ただ単にアニメーション作ろうとして作ったみたいな感じのとこあるね。ちょっとオチとしては全然面白くない。これはもうこうするしかないんですよ。皆さんすいませんって言うしかないんですよ。さて、誰がめっちゃ面白い絵描いてるかっていうのありますよね、これ。何でしかね。僕の絵が下手すぎて面白いよ。森川さんが。うわ、怖いな。では、参りますよ。はい、お願いします。はい。お願いします。はい。私のキャラ、このジュビアというキャラです。かわいいね。はい、これがどうなっていったか。あ、うんこ先生した。いいですね。すいません。あ、なるほど。いいですね。はいはいはい。いいですね。かわいいね。あ、食った。かわいいね。かわいいと食べちゃう。食ってる。やばいやばい。やっぱホラーになるんだね。これしか出てこない。わ、ひでえ。ちょっとジムがアップするやだな。いや、ひどいね。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はい。つくしさんの作品。よろしくお願いします。どういう状況ですか、これ。いやー、知らないよ。あ、いったな。ありがたいですね。あ、これはひどい。戻った。めっちゃ布団できました。お、戻ってきた。あ、綺麗になっちゃった。綺麗になった。綺麗になってる。なんか、でも、ちょっと綺麗な世界に行きますね。最後は綺麗にまとまったけど、ひどい、みんなひどいって言ってますよ、みんな。ハッピーエンド。なんで嗅いだのって言ってます。ありがとうございます。はい。本当そうですね。素晴らしいね。あら、これ。めちゃめちゃ可愛いな、これ。ああ、なるほど。あ、なるほど。おー、いいね。そうだったんですね。もう、朝霧さんすぐホラーにする。そうなんだよね。ひでえ。ひでえ。持ってるものも何か違う。ちょっと待って、もう全然違う人になってるじゃん、もう。台無しだよ。台無しだよ、朝霧。朝霧からだろ、これ。いや、だって食べられる側の気持ちになりません。ひでえ。あ、なったな。ぐちゃってなってるしね。いや、おもろい、これ。目玉飛び散ってんのがいいですね。やばいですね。目玉がいいっすね。グロッ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、朝霧さんね。はい。これ朝霧さんのキャラクターね。なんも思いつかない。はいはいはい。自分のキャラね。これがどっかでなんか変わるんですよ。そうですね。うわ、やばいな。自分のキャラ書いてもらってんの、やばいなってきてます。やばいやばい。でもここまではまだ全然朝霧さんのキャラじゃん。おー。ここからきっとなんか変わったんだね。これ上手だな、ひろゆきくん。あ、うまい。いや、なんで一本になったんだよ。なんで一本になるんだよ。あ、そうか、わかんねえからか。そっか。まあ、顔わかんないよね。好きなもんだって。キャラわかんなくなりますもんね。朝霧さんのキャラが一本になっちゃったよ。いや、これちょっとダウンロードします。はいはい、じゃあ、はい、ダウンロードしてください。マシュマさんの煙うめえな。いやいや、参りますよ、大丈夫ですか。はい、じゃあ次、いいですか。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい。はいはいはい。アホガール。そうだね、アホガールよね。バナナやったね。はい。ああ。なるほど。はい、向けちゃいましたね。こういう感じだったのか。これは嫌な予感がするな、なんか。嫌な予感するな。あ、よかった。まだ、あ、でも、やっぱグロい。うわ、グレー。ひでえ。まあ、こうなりますよね。ひど。いや、くしさん、すごいっすね、これ。やばい。これはひどいって言われてるよ。グロさがガチ。落ちやば。グログログロってみんな言ってますよ。アホガールは大変なことになってますよ。アホガール、この裏あっても翌週はケロッとしてから大丈夫です。アホっすかね。大丈夫です。いや、すごい。はい、じゃあ最後、じゃあ行きましょう、森川さん。はい。あ、やっぱ中村だったんですね。はいはいはい。うん、うまい。すいません、ひねりがなくて。いや、真面目に書いちゃうよね。これはね、溜めた方がいいっすよ。はいはい。これ僕も結構真面目に書いてます。真面目に書いてんだ。いやー、なかなか一歩いじれないでしょう。いじれないですね。みんな普通じゃんか、これ。普通じゃねえかよ。おい、先輩に忖度しすぎだろ。俺さ、逆に僕が滑ったみたいになっちゃってるじゃねえか。確かに。いや、もう、めっちゃ普通。いや、だって、いじれないですよ、高村はさすがに。いやいやいや、もう。忖度もらった。これまで、これほど一歩がいじられて、高村だけ。ね、そうですね。言われてみればそうですね。シンプルイズベスト。キャラの強度が。忖度。忖度。これは忖度。いやいや、楽しいですね。アニメーション面白いですね。あ、そうですね。はい。どっちにします？まあ、あと、1、2ゲームぐらいだと思うんですけど。はい。標準とアニメーション。アニメはなかなかでも、確かにすごいですね。面白いですね。ちょっと他のやってみるっていうのもありますね。シークレットとかね。これなんですか、シークレットって。これね、なんだろう。すべての行動が謎と聞きますね。ゲーム中に絵と文章が隠されます。一回やってみてもいいかもしれないですね。試してみましょうか。試してみましょう。やりましょう、とりあえず。ま、いきます。うん。まあ、お題書く感じか。文章か。はいはいはい。文章ですか。どうしようかな。考えてなかったな。え、どうしても見えない。え、やべやべ。え、これ、パソコンでローマ字で大丈夫なのかな。やばい。どうしよう、やべ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 。これ何もわからない。ちょっと待って待って。やばい。え？しかもこれはあかんやつ来たぞ。え？嘘でしょ？ちょっと困る困る。消えていくんだけどこれ書いたそばから。え、どういうこと？怖い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 。見えないのか。これ多分配信向けじゃないね、かなり。やばっ。え、だからやるしかねえ。これね、やってる方は楽しいかもわかんないんだけど、かなり配信向けじゃないと思う。見てる方わかんないですもんね。うん。はい、全然配信向けじゃないと思う。あ、やばい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 。これさ、消しゴム効いてる。これ見てる人面白くないよね。ごめんね。これちょっと失敗したかな。真っ黒なんだよ、画面が。そうね。真っ黒ですね。でもこれ完成はすごい楽しみなんだけど、これ見てる人全然面白くない。福笑いみたいになりそうですね。まあでも僕は目つぶってでも描けるから大丈夫。本当っすか。なんだと思って。中間連載30年以上やってんだよ。まあ確かにね。目つぶることあるんですか。確かにね。これ合ってるかな、大丈夫かな。消しゴムが機能してるのかが。何書いてるかわからないところがね。いやー、怖い。何これ。これは、こうでしょう。あ、ちゃんとこれ入力されてんのかな。なんか、想定より長いんだけど、文字が。え、よし、5。やるしかねえ。え、何これ。ちょっと待って。もう多分書き途中のものが来ますよね、こういうのはね。ですね、多分これ。みんなしっかりしろよ。これはやばいぞ、結構。いやー、なんだこれ。これはかなりやばい気がするぞ。わけわかんないですね、これ。これすごいな。これうまく描けてる人いたら逆にすごいですけどね。はい。ひろゆきくん喋れよ。あ、いや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 。ダブル難しいなと思って。大丈夫かな。いや、今ちょっと放送事故ですよ、軽いこれ。配信見てる人。全然絵が映らないっていうね。難しい。はい。いたしかない。さて、そうする時間が短すぎますよね。短いですね、これね。そうですね。いつもより短い気がする。そう、何言ったか分かってないから。これ放送事故でなってるやつですね。うわ、すっごい嘘でしょ。何これ。全然分かんねえんだけど。何これ。早い早い。これでいくしかない。ほんとね。難しいな。これ多分このコーナー1回で終わりだね。そうですね、これもう、事故ですね。これ見てる人全然面白くないからね。このコーナー多分1回で終わりだと思う。でも多分、はい、出来上がったところは面白くなってそうな気がしますね。いや、どうでしょうね。滑ってる可能性も十分ありますね。全くわからないですね。はい。もうでも、早いですよ。これで最後ですよ。確かに、まあ、スピーディーですね、とっても。はい。ああ、なるほど、コメント。なるほど、コメント見て分かった、さっきのやつ。なるほど。やっちまったな。なんでマシュマロ君だけ納得してんの。いやいや、一応ね、ゲーム中はなるべくコメント見ないようにしてんだけど、コメント見たら答え書いてあったわ。そうか。さあ、完了です。はい、ありがとうございます。どうすんだこれ。いきますよ。はい、お願いします。はい。もう知ったことか。うん。なるほど。これ来たんですね。はい。え、あれ、何も映らないな。あれ、え、からあれ、何も映らないぞ。あら、おかしいな。え、私は何か書いてあるぞ。ちょっと謎の現象。あれ、あ、完了さなかったからってこと？あ、でも時間切れになっても行くもんじゃないですか？ね、僕もそう思ってましたけど。はい、おかしいな。あらあらあら。え、わかった。でもしかも魚なんだな。はいはいはい。よく暗闇でかけたね、これ。あれ夏にしちゃったな。夏になってんじゃん。なんか闇でもかけるんですね。いやでもかけてない。赤木これムタボロってなんだよこれ。ムタボロって書いてるつもりでした。わからんやからな。森川さん何これ？えこれ魚をムタボロだよ。何それ。あ公園で祈りを捧げる。これを。おお。ガタイがいい。いいっすね。念仏とか言って。ああ、なるほど。おお。はいはいはい。どうしようかぶって。いや、つくしさんも暗闇でよくかけましたね。いや、わからん。すごい。いや、すごい。真島先生もすごいですね。よくこう、整いますね。これ、ガンディック本のアイコンに合わせて書いただけです。なんだと。レッサ人形に自我が。おお。そういうことだったのか。なるほど。なんだってなんか知らないけど、ロマンチになってる。はい。レッサ人形。レッサ人形。ひどいな。ぐっちゃぐちゃ。いや、確かにバカですけど。バカですけどね。ひどいね。バカに言われて。はい。ああ、そういうことね。合ってたんだ。なるほど。そういうことか。ああ。微妙に怪しいとこなんだよな、これ。怪しいな、なんか点が怪しいな。ああ、そういうことね。おお、なるほど、なるほど。そっか。人にの今日間違ってるし。そういうこと。ああ、でもうまい。え、これ暗闇で書いたのすごいね。いやー、レベル高い。すごいね。それ何？書いないから排出され。でもまあそうですよ。あ、うまい、うまい。大体合ってる。うん。よくこんな文章長く書く時間あったな。すごい。わあ、すごい。やばい。いや、みんなすごいっすね。みんなうんこばっか書ける。うんこばっかできます。あんなうんこばっか。ちょっとでも、シークレットね、これ見てる人多分面白くないんで。そうですね。はい。標準化アニメーション行きましょう。どうします？やっぱアニメーション面白かったっすね。アニメーション行きますか？はい。行きましょう、行きましょう。はい。やってみましょうか。はい。まあ、なんでもいいですよ、キャラクターは。やったー！はい。なんでもいいんで、行きましょう。いや、今度こそちょっと面白いアニメーション作りたいですね。いやー、なるほど、そうですね。うん、ちょっと滑らないように。どうしようかな。どうしようかな。2コマ目の人がちょっと繋がりやすいような感じの絵にしたいですね。なんかこう。考えてなかった。ああ、どうしよう。今、合宿中なので、隣でめちゃめちゃ漫画描いてる漫画家がいるんですよ。あ、そうなんですか？うち。合宿、はい、漫画合宿なんですか？そうです。ええー。時々やってんだよな。はい、ちょいちょい、来ていただいて、はい。なんか素敵ですね。素敵です。ねえ、素敵ですね。漫画合宿なんで、なんか憧れますね。はい。なんかこう、やっぱ、隣にやべえ状況の漫画描いてくれるとすげえはかどります。参加したい。楽しそう。うちやばいっす。ああ、やべえ。いいですか？じゃあみんなで行きましょう、今度。みんなで行きますか？みんなで押しかけましょう。そんな合宿しましょう。真島先生ち広くないですか？狭いですよ。真島ち広いよ。いやいや、広くないです、全然。めちゃくちゃ広いよ。いや、来たことないでしょ。来てんだよ。怖っ。全然狭いですよ。森川さんちのが広いでしょ、なんかめちゃくちゃ。豪邸でしょ、だって。うち豪邸だよ。一歩御殿が。ね。すごい。これなら間違いようがないでしょ。いけるでしょ。まあ、これなんかちょっとね、2コマ目がなんかやりやすいんじゃない、ね、と思うんだけど。頼むぜ。さあ、こういう何が来るか。楽しみだな、2コマ目。なんだと。おあれちょっと、画期的だろ、これ。おんお誰が書いたんだろう。はい、これで。もうこれでもいいでしょ。うん、今日このキャラめちゃくちゃ書いた気がする。またそれいんのいや、でもね、公にかける機会あんまりないんで嬉しいですね。確かにな。はい。なかなかね、ないですからね、その機会。このキャラどんな顔したっけな。思い出せね。もうここは噛んでいくしかね。はい、噛んでいきましょう。わかんないキャラはもう噛んでいきましょう。はい。多分ここでちょっと面白くしたいとこではあるんですけど。なんだんだ。ちょっと端っこすぎるんだよな。なんか喋れよ。いや、ひろゆき君、いや、これ何かなーもうわからないもの、わからない。全く何かわからないものが股間についてて、なんだろうなって思って。ひろゆき君、あれですから、一番面白い要因のはずなんだから。いやいや、僕は意外と真面目なんですよ。あ、ほばっかり。瞬発力的な面白いことは一切できないタイプなんで。いつものようにお願いしますよ、菊池君の名前なんだから。本当ですよ。そんないつものってなんですか。いや、漫画で見せるアホなキャラみたいなね。いや。なんだこれ。アホガール大好きですってコメント来てるよ。あります。本当にすみません。滑ります。ひろゆき喋れ定期。そうです。僕は本当にコミュ障。有名な言葉だ。なんか宮島君とさやってる時は喋るのにねよく。ちょっとあれなんですよ。まあ慣れてるからってこと。恥ずかしがり屋なんですけど。これひでえの来たらなんだこれこれ何これ大丈夫これ絶対朝霧だよ。これは朝霧さんやらかしてるこれ。いや、今何が映ってるのかわかんないんで。これ大丈夫これはちょっと健全な方に持っていきたいな僕じゃないんだわ。本当に。僕は少年の作家なんだよ。ねえ、じゃあみんな、基本的には少年誌ですよ。そうですね。うん。いや、福士君違うもん。あ、そっか。あと別漫画もちょっと怪しいとこではありますね。あ、そうですね。確かに別漫画も怪しいですね。別漫画もちょっと少年誌かと言われたら若干怪しいとこはありますね。若干怪しいですね。まあ、でもそうか。私も一応別漫画の作家なんだね。そうだよ。森川先生、割とチンコ書きますもんね。いや、書かないよ。書きます。いいんだよ。あれこいつって髪の毛なかったんだっけ髪の毛なかったっけ後ろ側に。背景まで書くなよ。背景書くのめんどくさいだろ。本当だよ。さっき誰だ、背景書いたの。やべえ。だけどさ、またお気に入ってるわ。これちょっと。おほう。つまんねえの書くなよ、真島君よ。視聴者数を伸ばす気がないと？ちょっとでもね、なんかね、やばいの来たんで、なんか健全にしなきゃって思いで今いっぱいなんですよ。どうにかして健全にならないかっていう資格。やべえ、時間が来た。なるべく何とかしないと。もうよくわからねえや。何がやばくて何が健全なのかわからなくなってきている。確かに、ね。いい加減にしろよ、朝霧。いやいやいや。なんだかわからねえ。もう全部私のせいじゃないです深夜トークまだ早くないですか？ごまかした。そう、ごまかしてます。瞑想してる。はい、瞑想してます。うわあ、なるほど。これはいいっすね。なんだよ、もう。背景あり。この絵柄は朝霧だな。ふざけてんだわ。全部私。だってこれ朝霧さん。もう朝霧さんの絵柄認知しましたからね。ね、もう分かった。いやー、下手なのがバレてしまう。いや、グロいって。グロいのはつくし先生じゃないですか。つくしさんもグロい。いや、ほんとそう。グロの押し付け合いが始まった。グロは私じゃないです。ホラーだもんね、でも。あれ、今度やる連載もホラーなの？あ、そうですね。ホラー漫画ですか？まあ、ホラー調の一応バトルですね。バトル漫画？一応バトルです。でも自分でもよくジャンルを分かってない感じですね。かまうもんか。あ、もう今、原稿やってる最中。つくしくんのさ、あ、ごめんなさい。今違う話題か。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いいっすね。いや、つくしくんのさ、漫画ってあれ何ジャンルっていうの？あれは冒険漫画です。ファンタジーじゃないですか。冒険なの？はい。冒険ね。冒険。はい。ふざけんなよ。手足を犯す。ふざけんなよって言われた。ちょっとダーク。かわいい仮面をかぶったダークファンタジーみたいな。いやいやいや、もうそんなことないっすよ。もともと、話しかけないんで。これね、見てる人ね、うん、この YouTube 見てる人は見ない方がいいよ。ありがとうございます。絶対ね、めっちゃひでえの書いてた。アビス店とか行かない方がいいよ。今日で終わったんで大丈夫だ。めっちゃひどいの書いちゃった。いや、これ怒られたらごめんなさいね。はい。怒られたら。さあ、次は、次5コマ、もう5コマ目か。おう。うん。オチをつけなきゃいけないやつですね。そろそろね、ボケたり。やべ。なんだこれ。ああ、なんだこれ。なんだこれ。うまいんだけどさ、なんだこれ。どういう状況だ？ちょっとここらで変化つけるか。多分だけど、これ今までの流れがあったっていうことを想定して、ちょっとここらで僕は変化をつけに行きましょう。はい、うまいな、これ書いた人。僕だよ。本当？そんなに褒めるなよ。なんか、森川さんの絵柄じゃない気がするんだけどね。いや、僕だよ。森川さんのタブレットこんな繊細に書けないでしょ。なんで知ってるんだよ。そもそもだってあれですもん。一人だけ液タブじゃないですからね、きっと。え、みんな液タブってのでやってんの？いいじゃないですか？板タブです。板タブか。あ、板ですね。すごい。基本板ですね。すごい。よくできるね。いや、なんかでも液タブだとなんか手汗でねちょねちょになりません？なる。それはそう。なる。それがなんか耐えられなくて。あ、でも僕もね、でも最初それ嫌だったんだけど、なんか慣れたら全然液タブの方が書きやすいですね、やっぱり。なんか液タブの方がアナログに近い絵柄になったりとかするんですかね。うん、なんかね、やっぱ、色塗ったりする分にはなんか板タブでいいんだけど、キャラ描いたり背景描いたりするのはさすがに板タブ厳しいなって思うようになりましたね。あー、いやー、それはちょっと慣れだと思うんですけどね。時代を変えなきゃ。うん、まあ、慣れてる人からしたら逆なんかもしれないですけど。朝霧さん。朝霧さん。はいはい。はい。ワコム製品のことは僕に聞いた方がいいよ。持ってないでしょ、ワコム製品。持ってない。まずワコムじゃないでしょ、今やってるやつは。聞いたこともないメーカーのなんかタブレットでしょ。なんでそういうこと言うんだよ。あ、ダメだ、すごい汚くなっちゃった。なんかよくわからんけど、うん、ちょっと変化をもたらしました。どういう来たんだろうな。間に合わん。さあ、次、オチですね、いよいよね。おっと、なんだこれは。これか。なんだこれは、どういうことだ。またこれか、うまいんだけど、これ、ここまでの状況がわからないですね。わかんないですね、これ。うん。どうしよう、ここまでの状況を考えると、でもこういうことになるのかな。これなのかな。誰かさ、この中でさ、ケツフェチいるよね。はい、ケツが大好きな人いますよね、この中に。いますね。確かにいますね。何かしらいますよね。毎回常にケツがある気がするんだけど。ケツ書いてくる人いますね。竹勝負だよ。竹勝負か。間違いなく竹勝負です。竹勝負か。竹勝負か。ひどいよ、これ。自分でいい加減にしろよ、竹勝負も。なったんですよね。何なんですかね、本当に。竹勝負やば。これちょっとダメかな。ありありでしょ。ありありですよ。ありありですか。はい、ダメな気がしてきたんですよ。ちょっとなんか、なんか俺、こんなのばっかり書いてんな、さっきから。なんかおかしいな。こんなはずじゃなかったもんな。お尻もそうなんですけど、まあ、お尻以外もちょっと、なんだこれ。とりあえずね、さっきから僕、お尻書いてること多い気がするんですよね。誰か、尻フェチがいるので。いるな。うん。いるな。竹消防だ。竹消防ですかね。竹消防6なの書かねえから。それは、まあ。ひでえって言われてるけど。竹消防じゃないけど。これちょっとやばいね。プロ漫画家とは思えない絵描いてるな。いや、ひどい。私もです。これでいいんだろうか。本当にいいんだろうか。うわ、間に合わん。はい、じゃあ終わりですね。はい、じゃあ行きましょう。行きましょうか。はい。僕のアルバムお願いします。はい。あら、かわいい。はい、ハッピーです。うまいな。かわいい。違ったのか。これか。おっと、あ、落ちた。やばい、落ちた。いきなりブスになった。あー、なるほど。なるほどね。ああ、なるほどね。怖っ。やっぱグロに持っていく。あ、食われる。すごい。あだす。シーバーになった。また僕のキャラが変形したじゃんか。あだすね。最終的にはつくしさんのキャラに変形しますね、いつもね。やったぜ。いや、ありがたい。面白い。あれだす。ああ、そういうこと。他のものは何だったんですか。これは払いです。これやばい。なんだよ。いや、俺ちょっと健全な方にしようと思ってね。そうそうそう。あ、さすが吉川さん。狙い通り。健全な方に。おお、落ちた。おお。問題ない。あ、でもよかった。健全な方に行って。なんかさ、チンコになんかはめてんかと思ってさ、はい。やべえかなと。チンコにため、最初、たらいで隠してるんですよね。自分が書かなくても人に書かせるようならいいかなと思って。たらいで隠してるのを、これ、ひろゆきくんがツボみたいなのにやっちゃったのよ、これ。そう、だから、ひろゆきくんまでは、キャッチボールができてるんだ。いや、よくできてるけど、これ、ひろゆきくんのやつ、完全にこれ、天下じゃん、これ。いやいやいや、なんだろうなと思って。ここになんかついてるなと。なんとかして健全な方にね、持ってったんだけど。まあ、ナーチ、性別不明なんでね。あ、ちょっと見られてみようかなと思って。はい。あ、そばっし。あらまあ。これ、あ、これだったのか。はい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 。はい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 。なるほどね。変形した。おお、そういうことか。劇的。お、めちゃくちゃ変わってきたね。いや、奇跡書いてた場島さんじゃないですか。やっぱ汁書いちゃうんですよね。いや、何でしょ最後。短く。いやー、すげえ。そばしがなんか、これなんかアニメーションっぽいですね。いいですね。なかなかアニメーションっぽい。すごいすごい。トランスフォームしたって言ってます。ムラチちゃん。あらかわいい。不穏に。ああ、これ擬態型ですよね。ああ。ああ、なるほど。こんな感じだったんですね。やっぱりそっち持ってない。森川さん、これ最後いい顔してますね、これ。優越ですよ、優越。ね、いい顔。これは何を加えさせようか悩んだんだよ。いや、最後の最後で思いとどまってくれてよかったです。思いとどまったよ。ね、ありがとうございます。かわいい。はい、そしてじゃあ、ひろゆきさん。ああ、なるほど。ああ、そういうことね。なるほど。こういうことだったのが。はい、なるほどね。はいはいはい。ちゃんと3人目出てきましたね。ああ。そういうことか。なるほど。そういうことか。はい。最後、噴射しました。こうだ、こうだってね。ひどい。いやいやいや。なるほどね。いやー、なんか、すごい。めっちゃ下品になりました。下品になりましたね。なんでだよ。ほら、何顔の。あ、かわいい。なんか、年賀状見てたら。すげえかわいいのに、俺やらかしたかもしれない。なるほど。朝霧さん。最終的にやっぱりそうですね。俺を食い破られる、そんな。やべえ。怖い。いやもう。悪は去った。はい。これもう最後最高ですね、これ。いやいや、ちょうどね、時間もね、23時になったとこですし。はい。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。皆さんありがとうございます。いやいやいや。お疲れ様でした。いや、なんかね。お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。マジみんな面白かったです。いやー、コメントちょっと拾いましょうか。いや、面白かった。はい。これは面白い。ほら。神回だったわ。はい。もう見てみようかな、じゃあ。あ、もう見ても大丈夫ですね。はい。森川先生のフック。はい。すごいすごい。あ、コメントがちょっと早くて読めないですけど、みんななんかめちゃくちゃ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、すっごい。ありがとうございます。僕の配信始まって以来の大成長です。皆さんのおかげで。いや、本当ね、嬉しいですよ。すごいね、本当。すごい、コメントの数がすごい。ね、コメントすごいね。そうなの？読めないぐらいなやつです。そうそうそう。これも皆さんのおかげですよ、これは本当に。いや、またやってほしいってね、言ってます。またやりましょうよ。ね。やりましょう。ぜひ。やりましょう。このメンツで、ちょっと。うん、今度は、朝霧さんデビューしてからね。連載開始してできるの。で、僕の方はちょっと音質頑張ります。あ、まあ、なんですか。ちょっとね、音質ひどかったら申し訳ないです。ちょっと僕の勉強不足で、ちょっと音質ひどかったかもしれないですけど、次は、しっかりやりたいと思いますので。次はもう、チャンネルを壊す勢いで、ちょっと。そうですね。まあ、そうですね。次はもっと飛ばしていきましょう。ね。僕もね、ちょっと、じゃあ、それぞれちょっと、あれですか、感想を最後に言っていきましょうか。ね。はい。はい、僕はね、本当公式じゃないけど、公の場で、つくしさんのキャラいっぱいかけてすげえ楽しかったです。ありがとうございます。多分、見てる皆さんも、マガジン作家が書くね、つくしさんのキャラ楽しめたんじゃないかなと思いますし、いや、本当にありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。はい。じゃあ次はどうしよう。次、じゃあ、吉川さん行こうか。はい、そうですね、本当につくしさんのキャラもそうなんですけど、皆さんのキャラかけてめちゃめちゃ楽しかったです、はい、思ってもないみんなの思考が知れてよかったですそうですねありがとうございます。はい、じゃあひろゆきくん。ありがとうございました。はい、ギャグ漫画家が面白いことを考えられるものではないということがよくわかったと思います。お願いします。結構お気に入ってたよね。漫画は時間をかけて考えるものなので、またこういうのとは違うってことがよくわかったと思いますので、はい、これからも漫画の応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、じゃあ朝霧さん。はい、みんな絵が描くのが早くて画力が高くてちょっと追いつくのが必死だったんですけど。無事連載開始したら、うん、同じレベルまでいけたらいいなと思って頑張ります、はい、そうですね、はい、頑張ってください皆さん11月の19だっけ11月の9日ですね、はい、ちょっと待ってこれ聞いたんだっけ11月9日だ11月9日売り、うん、別名が僕らの葬列はい僕らの葬列です、はい、よろしくお願いしますはい、お願いします。はい、じゃあ次、つくしさんいいですか。はい、本当なんでしょうね、講談社の方がいかれてんじゃんって思ったんで、よかったです。ケツ書いてるの、そっちじゃん。あとはさっきスパチャ投げておきました。すみません。また戻ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。じゃあ最後、森川さんお願いします。朝霧さんが、はい、連載始まったら同じレベルまで行くとか言ってたよね。うん、いや、まあ、今、ちょっとテンパっていただけなんで。はい、いや見てやろうじゃないかな。11月の9日、うん、僕らの葬列。パワハラですよ、これ。11月の9日の別マガの僕らの葬列ね、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。もう森川さんね、こういうとこ優しいんだよね。うん、本当そう。ねいやー、ほんとね、ほんと皆さんほんと忙しい中ありがとうございました。はい、またほんとぜひ、はい、2回目やりましょう。ぜひぜひ。はい、はい、視聴者の皆さんもありがとうございました。長い時間。はい、じゃあね、今回この辺にしたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。